216番です。 X だけ金属板、厚みが L の金属板を差し込みました。この性能ですけども、これはこんな風に考えましょう。ここが L、 もう下へ寄せますね。金属板を厚み L、 本来は D ですが、こう寄せますというコンデンサーと、普通のコンデンサーの並列と考えることができます。ここが X です。ここが一辺が A ですから、 A-X になります。こちらのコンデンサーは極板間の距離が D ではなくて D から L 引いた分に狭くなりますから、性能アップしてますね。このコンデンサーの性能はイプシロン0ですね。イプシロン0、極板間の距離は D から L を引いたもの、面積は X の2乗になりますか。 X かける A ですかね。奥行きは A ですね。一辺が A の正方形で、こちら横だけが X になったわけですね。奥行きは A ですから、AX ですね。これが左側のコンデンサーの性能。並列ですから足し算します。こちらのコンデンサーは、間がイプシロン0で、極板の距離は D です。面積は A×A-X になります。これが新しいコンデンサーの性能です。これが1番です。2番ですが、金属板が差し込まれた領域での電波 V ボルトかけると、ここは、こちらがプラスにすると、この極板と金属板の上までのこの間が電位差が V 上がって V 下がって平地を歩いて元に戻りますから、この間が V なわけですね。距離は D-L です。したがって一様な電波の金属板が入っている場、左側の方は D 分の V、D は D-L、電位差が V、これが左側の電波の大きさになります。2番です。一歩差し込まれていない場の電波の強さは、こちら側は距離が D で、その間が電位差が V ですから、E' は D 分の V となります。これが3番です。4番、完全に差し込んでしまうと、V ボルトの電圧をかけてどんだけたまるかっていうと、Q イコール CV ですから、C はイプシロン0、完全に差し込むと、下に寄せると、極板間距離が D-L になって、極板面積は A の2乗。これが C ですね。に電位差 V をかけた、こんだけ空論がたまります。これが4番です。続いて5番、6番ですが、4番で、こういう状態になりました。金属板すべて挟んでいると、ここに電気量がたまりました。その後、この後の問題は、電池を外します。外しますということは、電気量はもう戻れないんですね。回路が切断されていますから、ここの電気量は戻れない、ここの電気量も戻れないということです。で、金属板を Y だけ引き抜いた、ここ金属板なくなりました。このコンデンサーについて考えましょう。このコンデンサーはもう一度確認しますが、並列と考えましょうね。左側が、極板間隔が、D-L で、面積が奥行き A で、手前のこの横の長さが A-Y ですね。A-Y かける A という極板面積を持っているコンデンサー。それから右側は間隔の広い幅が Y で、奥行き A ですから、面積は AY という面積を持って、極板間隔が D のコンデンサーが並列になっていると考えましょう。ね、
で、この極板とこの極板に合わせてこれだけの電気量があるわけです。半々ではありません。ちょっとこれがどのぐらいになるかっていうのがわからないので、こちらがプラス、X 使ってませんね。X。こちらはちょっと Y 使ってますから、横幅 Y、ここ Z にしておきましょう。プラス、マイナス X、マイナス Z に分かれたとしておきましょう。もともとはプラスこんだけあったわけですが、これに分かれた。これ離れ小島ですね。したがって、一つ目の式は、イプシロンゼロ A 次乗 V 割る D 引く L。この電気量の合計が X と Z に分かれました。それから、ここ一周回れますよね。一周回りましょう。0からスタートして、性能分の電気量。この性能は、性能はイプシロンゼロ面積が A かける A 引く Y、極板間隔が D 引く L 分の性能分の電気量、平地を歩いて下ります。性能分のこの性能はイプシロンゼロ面積が S が AY 間隔が D 分の電気量 Z 下ると元の場所という式を使って X と Z を求めます。そうすると、ここの電位差が分かるわけですね。 X が分かると性能分の電気量でこの電位差が分かります。こことこの電位差もこちら側も同じですからね。で、電場の強さは一応ですから D 分の V という公式でこちら側の電波、こちら側の電波が分かるという手順です。解いてみましょう。ちょっと邪魔くさいですが解きました。 X は長いですね。 イプシロン0 A 次乗 DV、A 引く Y DA 引く LY括弧のD 引く L となります。これもう Z いいでしょう。これが分かればこの間の電位差が分かります。落差が分かります。 V イコール性能分の電気量、電気量が分かりましたから性能で割りましょう。この電位差 V' にしましたね。 V' は性能分の電気量です。イプシロン0 A 次乗 DV、A 引く Y 割るDA-LY の D 引く L。 性能がイプシロン0面積が A かける A 引く Y、間隔が D 引く L です。これ逆転してかけると V' が AD 割る AD-LYV となります。これ上がった分平地を歩いて下って元の場所ですから、こちらも電位差はこれになります。したがって左側の電場の強さ E を求めてみると、 E は D 分の V ですから、公式は D 分の V ですから代入して D は D 引く L、 V がこれ AD、分母に AD-LY が来て V、 これが左側の電場の強さ。右側のこちら側の電場の強さは E' も D 分の V ですから、代入して D 分の、こちらは D ですね、 V はこれです。 ADVAD-LY、 D が消えますので AV 割る AD-LY となります。